楽しんごウクラナ支援を批判し大炎上。日本政府が G7 のウクライナ支援基金に5000億円程度を拠出する方向で検討に入ったことを受け、タノシンゴさんが17日になぜそれよりも石川県の復興に充てろよなどと発言されてしまい批判がさとし大炎上してしまっております。こちらままず事実といたしましては、 石川県の復旧・復興に向けすでに予備費からおよそ5500億円が支出されておりますさらにウクライナに対する支援に関しては国際協力機構 JICA による円借款となっており軍事面での支援は含まれておりません EU が凍結したロシアの中央銀行の資産の運用益で返済する予定となっておりますが およそ40兆円の資産が凍結されており年間5000億円程度の運用益が出ているものと見られております、まあ、簡単に言えばウクライナ支援のためにお金を貸しますよと返してもらえるめども立っていますよとなんなら利息分儲かりますよというだけの話でございますが田野伸吾さんが引用されたのが、まあ、共同通信の報道となってしまっており 不十分な内容となってしまっているためこのような発言となってしまったのか田野信五さんに対しては以前から炎上商法との批判が出てしまっておりますので炎上狙いなのか分かりませんけども現状、石川県の復旧・復興を見ますと予算よりも協力してくださる業者の不足が問題されてしまっております。 楽しんごさん、本当に石川県の復旧・復興を考えておられるのであれば、ぜひともお知り合いの解体業者などに協力をお願いしていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました